代打トーマス、さっさと2分落とせ。若月言ってるのにトーマスってマジで勝ちたくない意志を感じるわ。ヒット打ってる日だけ変えるのかよ。普段なら変えろいうところだけど、今日の若月は打ってたやんけ。若月のままでいいだろ、2安打打ってるのに。代打トーマスと聞いて、代打トーマスファン、ちぃ。トーマス打率0割 WW、 おいおい、なんつう采配だよ。トーマス打たなきゃ終わりだぞ。結果は空振り三振でバッターアウト。はい、機関車トーマス。知ってた。誰もが知ってた。ストレート打てないんだよこいつ、スイング遅いから。トーマス真ん中高め空振り三振。これでようやくトーマス2軍に落とせるな。やっぱりトーマスはスタメンじゃないとな。トーマス選手、ただいまの打席が日本最終打席となります。良いスイング、当たるとは言ってない。セデーニョが不憫だわ。ストレート打てないとか終わりなんだよな。せめてトーマスより先にラオウやろ。トーマス、初戦のマリンでいい当たり飛ばしてたのがヒットになってたら違ってたかも。北海道遠征には行けないトーマス、誰がどこで見つけて連れてきたの。今日は負け格やしなんでもええわ。しかし来週から運んだお遊び采配は許されんぞ中島。ご視聴ありがとうございました。